ではメックのロッテンブルグのパリサンダー行きます。サンダーというと僕はだいたいリコーダー、アルトリコーダーなんか買いたいんですけどって言われたら一番最初に、まあ、これをモデルを勧めることが多いんですけど、一番何でもできる、そのアンサンブルの中でこれ使っててもいいし、でもソロでも全然物足りなくない、きちっとソロでも安っちくない、音がきちっとしてくれるいい楽器ですね。で今回これとこれの2個か3個ぐらい上の、それはチューリップとかちょっとパリサンダーね、ローズットかなとちょっと比較して、そのローズットを今回選定品にしたいなと思ったんですけど、それはなんかあんまり良くなくて、でパリサンダーの方がなんか良くって、なのでこれはもっとこれより高い価格帯よりもこの個体の方が良かったので、これは結構お買い得な個体なのではないかと思います。